こんにちは、ぼっち名人です。今回はね、アスペルガーの診断書ということでね、僕が21歳の時、去年ですね、アスペルガーと診断された時の診断書を公開してみたいと思います。で、診断名、自閉症性障害、アスペルガー症候群。で、平成27年、何々科受診、WISE3 知能検査にて、バーバル IQ、 動作性 IQ ですね、パフォーマンス IQ、 言語性 IQ ですね。でバーバル IQ の方が114点、パフォーマンス IQ の方が80点と25点以上の乖離を認め、上記疾患の可能性が高いと指摘されていたとのことです。でこの時にはですね、まだ正式にはアスペルガー症候群と診断されていなかった、まあ、可能性が高いと指摘されていた状況ですね。はい。で去年病院を変えて本日当院初診され、 AQJ、 まあこれは自閉症の指標を測るテストみたいなものだったと思うんですが、で50点中43点で、まあかなり高いですね。はい。でおよび問診などにて、幼少の頃から杓子定規で融通が効かず、言外の意味の把握が難しい、2つ以上の仕事を同時に頼まれると混乱する、社会性が低く社会適応に問題を生じやすいなど、上記疾患の性質が複数認められ、軽度から中等度の ASD であると診断いたします。以上で、僕ねこの診断書もらったわけ、正直ほっとしましたね。はい。自分が今まで生きづらかった原因みたいなのが分かって、すごくなんというか精神的に楽になったのをよく覚えています。はい。今回はアスペルガーの診断書ということで動画を撮りました。はい、終わります。